サッカー男子パリゴ輪ンアジア最終予選権有2 3アジア杯、準々決勝日本、カタール、25日、ドーハ、写真、延長前半、細谷が勝ち越しゴール一次リーグを2位通過した日本は、準々決勝で開催国のカタールと対戦した。開始2分、FW 山田風紀の左足強烈ミドルシュートで先制。だが、 前半24分に自陣左サイドからの相手クロスを FW ラウィにヘディングでゴール右へ同点ゴールを浴びた。前半42分にはカタールの GK アブドラハにレッドカードが突きつけられ、一発退場。相手が一人少ない数的有利の中、1対1の後半4分にカタールの FK から MF アブドルサラムが豪快なヘディングシュートで逆転ゴールを奪われた。だが、 日本は1-2の後半22分、右 CK から DF 木村誠二がゴール前で打点の高いヘディングシュートをゴール左へ決めた。延長前半11分、MF 藤田ジョールチマの縦パスを受けた MF 荒木良太郎がペナルティーエリア内右へパスを送り、FW 細谷正弘がワントラップから右足で逆転ゴールをマークした。今季 J1 でも無得点が続き、 今大会も決定機を外し続けていたエースがついに待望の一発を決めた。負ければ1992年バルセロナ五輪以来の予選敗退となる一戦。勝てば8大会連続五輪に王手をかけ、準決勝でイラクとベトナムの勝者と対戦する。